タロ散歩チャンネル。ということで、こんにちは、太郎でございます。本日2020年の、1月20あれということで、こんにちは、太郎でございます。本日2020年1月24日の金曜日、現在札幌の大通公園にいます。もう夜の10時過ぎてしまいました。ちょっと遅めの、ちょっと仕事終わってもめちゃくちゃ遅かったもので、ちょっとこの時間になってしまいました。先ほどもお見せしましたが、明治安田生命ビルの温度計が現在マイナス6度ということで、いよいよ本気で寒さが押しかけてきたなという感じですし、そしてご覧の通り結構ね、今ね雪が降ってるんですよ。あの雪祭りに必要な分の雪はもう組まれてはいますけれども、まあでも雪に困ることはなくなったかなという感じでございます。マイナス6度で寒いんですけれど、とりあえずちょっとまず中入っちゃいましょうか。で、今日はですね、そう、夕飯をいただいて、そして普通に帰るという、もう10時ですから、2時間以内に電車乗らないとうち間に合わないという、そんな感じなんですよね。ということで、じゃあ本日も、何卒よろしくお願いいたします。室内に入った途端、めちゃくちゃあったかい。ということで、まあ、大通駅、やっぱり下には人がいっぱいいます。上はね、まあ、いるっちゃいるんだけど、あんまりいない感じで。やっぱりみんな寒い時は地下に潜りたがりますよね。ということで、すすきの駅側の方にやってまいりました。まあ後ろを見るとこんな感じ。まあこういう日は、まあ、お蕎麦とかうどんでも食べてちょっと温まりましょう。ワンコインで食べれるのがいいですよね。ああ寒いですね。寒いけれども、こういう時はやっぱりこういうお蕎麦とかうどんを食べるに限ります。体が温まる。ちょっと一丁角というか、あの道路1本隔てたところから見てみましょうか。4丁目の雪像、こちらが北海道銀行本店のある道銀ビル9番出口。もう夜11時近いですからね、こんな道銀の本店パーソナルラウンジがあってもシャッターが閉まってるという感じで、もう寒い。こんな感じのとこですね。ここは何だろう、あれか、自転車の駐輪場のところを囲ってる感じですね。ということで、すぐ出ればこんな感じなので、あ、でもね、スロープもね、ちょっとまたちょっとぼんやりなんですけれども、だいぶ形が出来上がりつつあるという感じです。あと2月の4日ぐらいだから、1週間後が1月31日だから、10日後ぐらいから雪祭り始まりますからね。準備も着々と今進んでおりまして、ちょっと暗いけどどこまでできたかな。こっからだと多分見やすいんじゃないかなと思うんですよ。ちょっと一丁角行ってみましょう。寒いですけど、今ちなみに10時45分マイナス6度の気温がキープされているような感じです。これ以上寒くならない。正直困る。寒い。多分ね、ちょっと行ったあたりだと見やすい。あ、こっからでも見えるな。これちょっと薄ぼんやりですけれども、雪像がだいぶ、何の雪像かは分かんないですけれども、何かの雪像になってて、という感じですよね。というね、あの雪が積もらないように雪の像の上にブルーシートをかぶせてるってあたりがすごい。そう、雪に雪がかぶんないように雪よけをつけてるみたいな、そんな感じですね。ただまあ雪像の方も順調に着々と作られていってるということは、でもこれでお分かりいただけると思うので、今日はちょっとごめんなさい、時間が時間になっちゃったんで、これで終わりにさせてくださいね。じゃあその辺から入りますか。お、ちょうど3番出口がありましたよ、ここ。大通駅の3番出入り口、こっから入って温まって札幌駅行きましょう。あ、ちょっとあったかい。でもね、この階段私でも初めてかもしれないな。ちょっとこの天井のこのカーブ具合がちょっとおしゃれじゃないですか。そしてこの網目状の何気ない柵と、そしてこのレンガのような色のタイル。いやいや、もう44年近く生きてますけれども、
なんかまだまだ知らないことがいっぱいあって、いまだにでもこういう新しい発見があって、見慣れたところでもいろいろ楽しめるなというのが、まあ、お得な体質なのかもしれないですけどね。よいしょ。でやっぱりここだとやっぱり気になるのはこれですよね。この焼きそば屋さんの波、大盛り、ジャンボ、スーパー、ミラクル、ウルトラ、これでも食らえ、死んでも知らねえ、信じられねえっていうね。いや信じられないですよね。これ多分あれですよね、焼きそばの値段になんかこうトッピングっていうんですか、トッピングの値段をつけて食べるみたいな、そんな感じだと思うんですけれども、多分ね、どうかな、まあ、今度チャレンジしてみましょう。話のネタにはちょうどいいや。そして、ね、後ろの方を見るとあんかけ焼きそばとかランチメニュー、カレーと焼きそばコンビ、あこれいいですね、700円、 A セット B セットみたいなのありますけど、中華飯と焼きそばのコンビなんかもあって、そうなんか食べれる量をちゃんとわきまえて注文すれば割とコスパはいいんじゃないかなっていう気はします。ここの地下鉄のあの路線別のこのアイコンの地下鉄の図柄がね、やっぱり路線ごとに違いますバージョンですね。大通りは駅によって違うのか、できた年によって違うのかちょっとわからないですけれども、こういったなんかさりげないこういう図柄とかデザインを見つけて歩くのもなかなか楽しいところはあります。この東方線と南北線もちょっと光って潰れちゃってますけれども、やっぱりこう東方線の車両と南北線の車両と違うじゃないですか。ただここ比較的最近改装されたここの南北線の車両と、あと向こうの方に東方線があるんですけど、東西線もあるかな、ちょっと東西線はないですけれども、ここの東方線とさっきの南北線とは同じ図柄は同じですね、色が違うだけで、まあ、こういったちょっとこう年代ごとの違いなんでしょうけど、同じ大通り駅ですから、まあ、こういった違いを楽しむのはなかなか私は好きですね、楽しいです。こういうのは私よくやってるのが、例えばこういうのあるじゃないですか、今たまたまここなんですけどね、交通局忘れ物センターっていうのはいいんですけども、その下にロスト&ファウンドって書いてあるじゃないですか、まあ、なくし物と探して見つけるものとロスト&ファウンドなんていうね、英語でなんて言うかなって見るのも結構楽しみで、英語とね、あとね中国語ぐらいとかね、あとあロシア語たまに載ってるところもあるんですけど、場所によっては、まあ、少なくとも英語はまあまあ載ってるので、例えば定期券発売所、コミューターパスセールズオフィスとか、こういうのはなんか見て、あこういう風に英語で言うんだっていう風に確かめるの結構好きです。そして地下方を歩いてますけども、またなんかねこういった地域の紹介的な何かがあるんで、ちょっと見てみますか。まあ、白老に4月にオープンするウポポイ、4月ですからね、もう3ヶ月後だな、あっという間ですね。あれですよね、なんだっけ、1日散歩切符できた、もしかしたら行くかもしれないというふうに言っておきます。行かないかもしれないですけどね。そう、あとねここに北海道石狩市なんちゃらなんちゃらって書いてあるじゃないですか。石狩市というのもね、なんか私行ったことがないんですよね。石狩自体は行ってるんですけれども、石狩をなんか取り上げたことはないんです。まあ、ちょっとネタとして考えてるのはあるんですけれども、夏場のね寒くない時期に行きたいところはあるんですけど、まあ、それはちょっと、その時のお楽しみということで、石狩編は多分どっかでやると思います。留萌本線みんなで乗ろうみたいな、あこんなのあるんですね。留萌本線団体利用助成何度でも使える、大人2140円が1070円、子供がただみたいな、あ団体で使うとあれか、事前申請がすればなんか、南北線じゃないや、留萌本線乗れるっていう、そういうのがあるんだ。おお、奥尻なんかも行ってみたいですけども、あとねやっぱりね再生数とかはやっぱり気になっちゃうんで、ごめんなさいね、やっぱり再生されてなんぼの世界なんで。だから例えば日曜コッペとかなんかも あれなんですよ、なんか私がね行ったことのある時の当時で言うと、日本の電流の 100% ここで作られてるとか、そんなような話も聞いたことがあるんですけれども、ぬかわとかもね、ほべつのあたりとかも行ってみたいし、これは苫前、風力発電所を吹き回している少女ということで、まあそういう風な、まあ、イラストですからね。そしてメロンなんかもいいですね。メロン、ホタテ、エビ、トマト、ミニトマトかな、支笏洞爺ナショナルパーク、まあ、国立公園、支笏洞爺も、まあ、洞爺湖はね2019年去年の5月に行ってますけれども、まあ、支笏湖あたりもどっかで行ってみたいなと思ってます。千歳駅から片道900、まあ、大体1000円ぐらいバスで、
そしてやっぱり遊覧船がやっぱり出てる時期には行ってみたいなとは思ってるんですよね。まあ、のような感じでね、ざっくりと見てみたんですけれども、たまにこういう市町村の北海道の市町村の案内とかは見てて楽しいなというのはあります。まあ、北海道民だし、まあ、そういう地元だし近所だし、そういう北海道内の情報もいろいろ見てしまうんですけれども、やっぱりね、北海道をいろいろ見るんであれば、まあ、他のところもちゃんと見てあげようじゃないかというね、それぞれにいいところがあるんで、ということでね、なんかよくなんか出てくるのがこのセントレア中部国際空港の道民割というやつなんですよ。あの辺の中部地方もいろいろとお力を入れてるみたいで、観光に伊勢とかトヨタとか名古屋か、ここは違う、名古屋市や犬山市、興味のベクトルはいろいろあるとは思うんですけれども、こういうのを見ながら、なんか私はこういうところ行ってみたいなっていろいろ思いを巡らせて見るのもなかなか楽しいんじゃないかなと思います。 こういう光景もいいですね。これなんだろう、あれか常滑焼か、空港に近いところですよね。心のふるさと伊勢神宮、北海道民の心のふるさとはセイコーマートだというふうに突っ込みたいですけど、フォトジェニックスポットオアシス21、これは、ね、行ったことあるんですよ実は。これはね、そう、YouTube 始める前に名古屋は2回ぐらい実は行ってまして、ちょっと自慢していいですか。名古屋2回ぐらい行ってまして、1回だけね、竹千代クラブって知ってます？こうなんか変な旅をする山中竹千代さんの、チャンネルの竹千代さんなんですけども、1回だけね、竹千代さんにね、そう、会いませんかってツイッターの DM が来て会ったことあるんです、実は1回だけね。面白い人でしたよ。で、いろいろあまり、ね、お互い時間がなかったんで、朝の結構早い時間に1、2時間ぐらいだったかな、その時1、2時間ぐらいあってなんていうことをやったことあります。ちょっとね、ツイッターでね、昔からフォローしてたもんで、たまたまで、結構昔から知ってる方だったんですよ実は。だから、ね、なんか竹千代さんが出てきて、なんか YouTube であんだけでかくなって、おーすげえなと思って実は見てたんですよ、なんていうこともありまして。さて、札幌駅南口広場の前までやってきたんですけれども、ガラスのところに雪がへばりついてて、外が全然見えない状況に陥っております。結構雪が、ね、今日はまあ気前よく降ってるなっていう感じですね。まあ、今まで降ってなくて、なんか全然雪が積もってなかったから、今までがおかしかったのであって、これがまあ普通ですからね。こんな感じでいつも見えるはずのホワイトイルミネーションが雪でモザイクかかってますという、そんな感じです。当然こう外に出ればよく見えるわけで、12時までやってますからね、なんやかんや言ってもね、綺麗でいいというのは、それはもちろん綺麗ですよね。すごい向こうのなんかアニメーションといいますか、アニメーションが北海道模様で、なんか何をあれしてるんだろう、気にはなりますけれども、でももう時間が11時10分ぐらいなので、24分後ぐらいの電車には乗りたいなという感じでございます。じゃあ、ということで、今日そう、始まりが10時ちょっと前だったので、ざっくり大通公園の進捗軽く見て、お蕎麦食べて、それでここに戻ってきたという、ただそんだけの本当に日記になってますけどね、タロ散歩ダイアリーって感じですけど、この名前いいですね、タロ散歩ダイアリー、タロ散歩ダイアリー的な、そういった動画で今日は終わりにしたいと思います。ということで、今回もご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。まあ吹雪いている札幌駅からお送りします。どうもありがとうございます。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、ぜひよろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、太郎の雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。家庭教師の生徒さんも募集しています。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。